どうも、電撃オンライン、星です。電撃オンライン、栗田親方です。はい、今日は五郎さん不在なんで、はい、お二人で進めていきましょうか。はい、アメリカいるんで、あの人だいぶ遠いとこ行っちゃったんでね。はい、はい、今日はちょっとじゃあレベルについて考えようかなと思います。はいはい、このゲームってレベル上げてももともと体力とかないスタミナ、あ、そうですね、そうですね、あのスタミナの回復とかないんでちょっと恩恵分かりづらいかなと思うんですよ。はい、確かに装備でいろいろゴツゴツとこう、ね、そうパラメータが上がるんで装備での上昇値が結構でかいんで、そうですね、レベル自体どれぐらい影響があるのか気になりますね。そうなんですよね。じゃあちょっと今自分のアカウント、はい、今71で、高いですね。装備的に軽いものこれかな、見やすいのこれですね、ステータス、はい、はい、こちらが今自分のステータスになります。はい、でちょっとスタッフのも借りてきたんでこれをちょっと作ってみます。でこれはスタッフの、はい、はい、デンタさん、デンタさん、はい、はい、レベル49、22差ですね。22、あ、なるほど。はい、じゃあステータス見ます。はい、装備これ全く一緒なんでさっきのと比べるとヒットポイントは110、はい、110、攻撃力が 11、防御も11、分かりやすいですね。そうですね、レベル1につきヒットポイントは5、うん、はい、攻撃防御はレベル2につき1、はい、違うって形ですね。そうですね、こうなります。なるほど、ヒットポイント100差って結構でかいと思います。まあまあ生存率変わりますもんね。1上がるつき5上がる、はい、はい、結構でかいです、ね、結構でかいんで防御と攻撃はちょっと武器の上がり幅に比べると、武器の上がり幅に比べると小さいんですけど、おとなしい感じですよね。まあ、ヒットポイントはこれ重要なんで、はい、あ、はい、はい、あともう一個レベル上がることによって、はい、いいメリットがあるんですよ。ちょっとそれ見せたいと思います。はい、これ自分が引いたガチャクエストなんですけど、はい、レベル高いですねこれ。そうなんですよ、だいたい自分のレベルプラマイ10ぐらいを引いてるんじゃないかなってちょっと思います。いやー、じゃあ僕まだレベル50ぐらいなんで絶対70は出ないってことですよね。そうですね、まあ、出た覚えもないですけど、こちらのじゃあこのゼノウィングルムのレベル50とレベル10でちょっと報酬の差を確認したいと思います。はい、はい、そうですね、はい、50だとだいぶ倒しにくいんで、報酬美味しくないとなかなかそうですよね、メリットがないですからね。はい、はい、はい、こちらレベル10のゼノウィングルム、はい、素材ちょっと寂しいですね、まあ、10って感じですね10って感じ、はい、経験値も100、そうですね、はい、ちなみに僕もそれが ×3 になった程度ですあれ、そっちの方がいい若干張った人よりも、はい、はい、じゃあ次50いきましょうか。はいはい、はい、これレベル50、はい、さすがに強くなってただけあって、そうですね、経験値は200になります。はい、はい、あ、まあ報酬もやっぱりお A のとか出るんで、お、全く一緒ですねこれ。はい、はい、はい、A が1つ、そうですね、 C と D が2個ずつと、はい、はい、ということで報酬もやっぱり良くなる、確実に良くなってますね、はい、これがレベル上がることによるメリットですよ。そうですよね、ガッチャを引くたびに報酬が美味しいクエストを出せる、はい、そうそうそう、はい、というわけでレベル上げましょう、上げましょう、はい、上げたいですねこれ。そうです、はい、じゃあちょっと上げ、自分のやってる上げ方を見せた方がいい。そう、どうやってもう常に先へ先へ行っちゃうんで、ね、そうです、どうやって上げてるのかなっていう、すごい簡単な、簡単なっていうような言い方ちょっと変ですけど、はい、秘密があるんで、ちょっとお見せします、ぜひ、はい、はい、じゃあ自分が行ってるマップ、はい、この全体マップのクグローズの森、これ5個目のエリアですね。一番難しそうなところですよね。ここのシークレットで出てくる、はい、一番最後はこの裏廃墟の陣闇ってやつ、はい、これ一番最後なんですけど、それの1個前の裏クグローズの森の黒、はい、ここですね、森が美味しいと、ここなんですよ、ジュークロ、うん、ポイントとかもあるわけですね、それはあるんですよ、はい、実は闇の敵と森の敵で結構体力値が違うっぽくて、はい、おここだと自分突進一発でできた、はい、お、強っそもそも強いですけどね1900とか、はい、もうこうやってずーっとこちこちやってて、長押し、長押しで、なるほど、はい、これの流れ作業でずっと、これいいですね、強さも必要な気がしますけど、そうなんですけど、だから要は、はい、言いたいことって、うん、ながら作業でできるような、そうですね、ワンチャン画面見なくても、そうです、そうです、こうやってやっててしゃべりながらこれでできるんでなるほど、効率的に稼げると、はい、ずっとゲームに張り付いてられない人はこんな感じでやるのがおすすめかなと。そうですか、で、ボス敵出てくると敵って美味しいですし、ボス的に気づくのは必要です。そうです、気づくのが必要です。やってるって大変なことに
そうですね、はい、0% とかで使ったことになるんでちょっと迷惑かけないごめんなさいって言わなきゃいけないんで、そんぐらいですかね。はい、いやこのポイント分かったわけよ、はい、簡単にようやく裏自分の簡単にやれる方法を、はい、ちょっと探していただく必要あるんですけど、そうですね、強さに応じてもしかしたら、ね、違うポイントがあるかもしれない。もう一撃で倒すっていうのが結構重要だと思うので、ギリギリ一撃で倒せるところで、そうです、それでずっと回す、はい、回すといいかなと思います。参考になりました。はい、はい、はい、動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。電気業界チャンネルでは、今回のようなあの面白い企画動画以外にも様々な、生放送などをやっておりますので、あのまだチャンネルを登録していないという方はぜひこの機会に登録をよろしくお願いします。スマホで閲覧の方は概要文のところにあのチャンネル登録ボタンがありますので、そちらから登録を、PC で、ご視聴の方は右下の電撃マーク、こっちなのかな、右下の電撃マークから、登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。